九州ではこれから連休終盤にかけて曇りや雨のすっきりしない天気が続いていきそうです。現在のこちらは佐賀市の様子ですね。低い雲が垂れ込めております。佐賀県内からも所々で弱い雨のご報告をいただいております。今日の九州ですけれども、この後の予想をご覧いただきましょう。各都市見てみますと、特に九州南部で雨のアイコンが目立っております。この曇りアイコンだけのところについてもですね、一時的に雨の降る可能性があります。福岡市についても、外出の際には念のため折りたたみの傘があると安心です。でこのように、今日も天気すっきりしないんですけれども、この後も曇り雨の日続きます。で週間予報でご覧いただきますと、6日土曜日ですね、この日大きな雨アイコンとなっております。降る時間も長く、また強く降る可能性があります。そして日曜日も広く雨、また月曜日にかけても天気がすっきりしない見込みでして、しばらくは前線ですとか湿った空気の影響を受けやすいというふうに見られます。外出の際にはそれぞれの日、雨具をご用意いただきたいというふうに思います。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。